さあ続いてはこちらのコーナー、皆さんご一緒お願いします。てげまクッキー、確認したことこうね、はい。さあ今回はですね、今週大活躍の心置きなく寺原大輔さんのレシピなんですけれども、先週ご紹介したレシピと同じ食材を使っているんですが、また全然違ったお料理になっておりますので、ご覧ください。どうぞ。大輔さん、今回は先週に引き続き、じゃがいもとブロッコリーの第2弾ですね、ということで、今回また一味違った料理になるんですね、今回はスペインに行きます。スペインに行っちゃいます、ブロッコリーとじゃがいも、タコを使った、ガリシア風炒め、じゃがいもとタコを使ったお料理をガリシア風っていうふうに言うのが結構多かったりするんで、そこにブロッコリーの緑色が入って、色味も味も美味しくなるっていう感じでいきますんで。さあじゃがいもですね、今回も茹でてますね、竹串、金串、これどっちでもいいですが、刺さる程度にもう柔らかく、茹でてください。もう今もう OK ですね、これはまた皮むきます。皮む、今回もじゃじゃん、キッチンペーパーですね、じゃじゃん言うほどのあれでもないですけど、ね、すいません。いやでも私徐々にもうこう店の中の配置を覚えてどこに何があるかでしょ う。ありがとうございます、助かります。ここ、はい、このキッチンがね、またすごい機能的にできてますよ ね、 いやこれね、手の届くところに欲しいものなかなか時間かかるわけですよ。あそこに何があった方がいいとか、毎回いろいろ変えながらですね、極力動かなくてそこに取れるものみたいな感じで動線を考えて、ですね、これは、食べやすい大きさにカットして置きます。今日は、ね、男爵使っているので、結構激しく炒めるとホロホロ壊れてしまうので、めくりとかでも全然いいんですけど、食感柔らかめっていうイメージでちょっと男爵使ってます。まあ、大体こう見ると一口大って感じですね。そうですね、こんな感じでパラッと、切ってもらいます。一口大ですね、続いてはブロッコリー。で今回も、蒸します、でも前回の時はくったくたになるまで蒸したんですよ。確か12分ぐらい、12分。今度はちょっとやっぱ食感残したいので、4分から5分ぐらいでもう揚げてもらいたいんで、小房に分けた状態で。そうですね、の方がまあ楽ですね、あと蒸し器の大きさにもよるんで、ここがちょっとちっちゃい蒸し器なので、これ小房にしてから蒸しますね。今回もレンジでチンとかでも、全然いいです、蒸してる間にタコを切っていきましょう。タコ、茹でタコですね。カットは食べやすい大きさでいいので、もうほんとどんな切り方でも全然構わないんで、なるだけこうじゃがいもの大きさに近いように切ってもらった方がいいですね、その方がこう食感とかもそうですね、口の中で、喧嘩をしないというか、食感としてですね、喧嘩をやめてってやつですね昭和ネタですね、これね。大丈夫ですよ、わかりますよ、ありがとうございます、ありがたい、こんな感じですね、タコも切れました、大輔さん、そろそろお時間がやってまいりました、やってまいりましたね、綺麗な色になりましたね、もっさり、もっさりですね、このままいくとまたちょっと大きいんで、これまたカットしましょうか、だからもう最初にカットしてもいいですし、こう蒸し上がってカットでもどちらでもいいです。でも熱いですよちょっとその左手の感じが熱いから、これが熱いです、熱いのは熱いです、こんな感じでちょっと食感が残る程度に蒸し上がったブロッコリーですね、もう炒めていきますね、じゃあこれオリーブオイルですね、いきます、高菜爪、お好みですね、宮崎さんの高菜爪なんですけど、ものすごく辛いんですよ、入れすぎると、これぐらいでも全然いいです。私も大輔さんに教わってから宮崎さんの高菜爪買いました、ちっちゃいけど辛いですよね、ものすごく辛いです、いいです。ではニンニクですね、またもう薄切りしてもらってもいいんですけど、今日はグッと潰して、香りが出るまでちょっといきますね、はい、きり強火でいくと焦げてしまうので、じっくりこれも弱火でいきましょう、こんな感じで軽く香りがしてきましたね、いい香りがします。アンチョビです、アンチョビペーストですね、フィレでもいいです、でも叩く手間がいるんで、チューブ状のペーストがあるんで、これを使っていただくと非常に楽でいけますんで、もうシャンシャン沸いてる状態の時にもうこのペースト入れてしまうとバッて弾くので、意外とちょっとまだ立ち上がりの段階の時にこのオリーブオイルの中に溶かしてあげると、これ全体にこう絡みやすいですね、
これ入れるだけで旨味とか塩味とかが、はい、今日はねゆでだこにもちょっとね塩分入ってるんで、うん、今日は 8g っていう分量でやってるんですけど、そこもお好みでください、はい、ではではじゃがいもいきます。じゃがいも、はい、あもう何でしょう、もうこの時点で美味しいですよね。もう美味しいですね。どうか中火ぐらいで、である程度油が回ったら次ブロッコリー入れていきますね。綺麗なグリーン、今日のブロッコリー大きいですね。いっぱい出すもんね、うん、今日のはね、はい、ある程度まあ油も火も回ってきたんで最後タコを入れますね、はい、ゆでだこはこれ以上火通すと今度逆に硬くなっていくんで、うん、もうタコは最後で、うん、で全部今日は火が通ってるんで、うん、もうほんと全体的に温め絡めるみたいなイメージでやってください、うん、はい、これはいいおつまみになりそうですね。そうですね、はい、とまあこんな感じで OK ですね。仕上げにですね、はい、このパプリカパウダーをかけるのがスペインというかですね、コガルシア風の一つで別に辛くないんですよね、うん、まあ色味の問題というか、うんうんうん、はい、最後にちょっとパセリをまた、ではいってらっしゃいませ、今日もナイストリップですね、はい、これは。うーん、うん、おいしい。もうね、いろんな食感がありますね。そうですね、タコの、まあ、ちょっとねグッとした食感とじゃがいものほろっとした食感とブロッコリーはねちょっとだけ芯残してる感じの食感ですね。じゃがいもも甘いし、うん、ブロッコリーも甘いし、うん、そこにこのアンチョビとタコの塩分もあって、うん、はい、いい味。まあ、すぐ食べるとちょっとアンチョビがカンって出てきたりするんで、これもう時間を置くと意外とこう落ち着いたりするんでですね、まあ、それでまだ美味しくない、これでも美味しいんですけど、香りも見た目も食欲をそそる一品ですからね、はい、こちらのガリシア風、ガリシア風、はい、ちょっとこちらのお料理もぜひぜひ皆さん挑戦してみてください、はい、では材料です。男爵芋 250g、 ブロッコリー3分の2房、タコボイルしたものが1本、ニンニク1かけ、アンチョビのペーストが 8g、 オリーブオイル大さじ1、鷹の爪、パプリカパウダー、パセリが適量です。ブロッコリー、ジャガイモ、タコ、それぞれ食感の異なる食材をニンニクの香りとアンチョビの風味が一つにまとめます。お口の中が美味しさでいっぱいになる一品、作り方もとっても簡単です。ぜひ作ってみてください。ということで、前回フランス、はい、今回はスペイン、ガリシア、飛びましたね、はい、飛びましたいやもうね、あのソースができた時点でアンチョビが入ってる、もう美味しそうやった。そっからもう、でも私でもできそうなぐらい、そうできると思う、簡単よ、アキラ君に教えればもうアキラ君すぐ作ってくれる、はい、作らんのかいってなりますよ、それ作れんしでもこれあの私がいただいたのは出来たて食べたんですけど、あの冷やしてもいいですよということだったので、ちょっと多めに作って、1日目はちょっと出来たてで、2日目はちょっと冷えたものでもいいし、あとお客様が来る時とかはもう作っておいて冷やしたものを出してもいいしということで、おしゃれだからあれ、ちょっとしたパーティーいいですよ、あれ、ちょっとしたパーティーなんかね、ちょっとこのちょっとしたパーティーっていうのはね、一つのキーワードなんですけれども、ちょっとガルシア風ってタイトル覚えとこう、うん、これね、なんとかのガルシア映えますね、あれがあるだけで、なんとかのって使ってみてください、はい、あとなんか具材細かくしてパスタとかにしてもいいですよっておっしゃってたので、いろいろとねアレンジして作ってみてください。ガリシア風でございます、はい、ではプレゼントいただいたのでご紹介します。こちらです。心置きなくより1000円分のお食事券を5人の方にプレゼントです。応募方法は番組の最後にお知らせします。心置きなくは野菜ソムリエの資格を持つオーナー寺原大輔さんが腕を振るう菜食亭心の2号店です。野菜がメインのメニューはどれも素材の良さを生かしたものばかり。シンプルかつ独創的な野菜メニューは常時100種類、野菜の美味しさ魅力を再発見できる心置きなく、ぜひぜひお出かけください。テゲーマクッキングのレシピは Facebook や公式の YouTube で配信しているほか、宮崎ケーブルテレビのロビーにも置いてあります。そちらもぜひぜひ手に取ってお料理挑戦してみてください。以上、テゲーマクッキングでした。はい、では CM の後はビボンのコーナーです。そっか、ガリシア風ね、私ガルシア風間違った
作っちゃいました。ガリシア風です。ガリシアです。